タンタンタヌキさん、おはようございます。おはよう。アスカちゃん、甘いハーフムーンさん、つっちゃんさん、DD ミチェルさん、アキラさん、おはようございます。がっつり、あ、いっぱい出しちゃった。ほい、ほい、おはようございます。今日こそはちゃんと、なんだっけ、今日こそはちゃんと、頭が回ってない今日こそはちゃんと、なんだっけ、今日こそはちゃんとプロフィール欄に時間を書いておいたので、よかったら見てください。あ、すごい、345人だ。さしこさん、さしこさん、今日はオンラインショップから野菜の写真届くか楽しみ。あれかな、衣装かな。やだ、すっぴんだよ。え、なんか光飛びがありがたい。プロフィール欄に書いてありましたか？よかったよかった。え、今日も光飛びしてくれてありがたいんだよね。お腹空いてます。マスクさん、おはようございます。レオさん、おはようございます。心ナンシーさん、たくさんだるまありがとうございます。あ、今日これリップ、リップが、リップだけはさすがにちょっと濡らしてください血色が。あかりんさん、あ、配信予約入れてなかった、すぐ忘れちゃう。配信予約入れなきゃですね。あるかな、すっぴんですって書いてあるかな。テロップ、すっぴん配信、オッケー。桜餅さん、たくさんハートありがとうございます。奥行さん、おはようございます。出勤途中、頑張ってください。お仕事ファイトです。あ、そうだ、今日私なんかやっぱ目が悪いので、今コンタクト入れてるから大丈夫なんですけど、あ、スピンいけてないです。全然いけてない。ちょっとモザイクかけてほしい。で、なんだっけ、やっぱ調子が目に入ってくるわけですよ、目が悪いから。だから調子本当に朝だから頭が回ってない。ちょっとゆっくり聞いてくださいね。で、5時、なんかまず、あ、夜から話そう。まず時間もね、なんだっけな、え、めっちゃ変わるじゃないですかめっちゃ変わるじゃないですか。で、なんだっけな、話進んでないですね。ちょっと頑張ります。ぽちゃっこちゃっこぽちゃっこで、あ、髪の毛は出てきちゃった。で、なんだっけな、まず夜から話そう。まず昨日寝たお風呂に、あ、違う、お布団に入ったのが1時半なんですね。ちょっといろいろ企画とか考えてたら全然寝れなくて、で1時半で寝たのが、
あ、お風呂に、あ、ちぇちぇちぇ、お布団に入ったのが1時半にお布団入って、明日起きれるか心配すぎて多分2時は行ってました。で多分寝たのが2時で、で4時間しか、4時間も寝れないか、5時55分に目覚ましかけたので、まあ、4時間も寝れないなと思って、もうそしたらもう不安で不安で不安でしょうがなくて、あ、もう遅刻したらどうしようと思って、遅刻ね本当に怖いから、だから遅刻しないように頑張ろうと思って、もうずっと多分気張ったまんま寝てたんで、眠りの浅さがすごそう。なんかありますよね、レム睡眠とかノンレム睡眠とか、ノンレム睡眠だったかな、多分皆さんもね、私のことちょっと起きれないと思ってたと思う、絶対皆さん思ってましたよね。だからもう石津さんとも起きれるかな心配ってずっと喋ってて、もうその喋ってる時間すらも1時半だし起きれるんかよみたいな、2人とも結構遅めでしたね。でちょっとミオタンにも一応保険をかけといて、もし、あ、近くさん初見です、ありがとうございます。多分お昼に来たら、お昼じゃないか、夕方に来たらこんな顔してないんで、よかったら夜来てください。で、そう、石津さん私より10分ぐらい早いから、で一応夜にミオタンに保険かけといて、ちょっと本当に15分になっても、6時15分になっても LINE コンかったら電話してって言って、ちょっと一応保険かけときました。マキさんたくさんドラマありがとうございます。ミオタン寝てるんかな、起きてるんかな。ミオタンはなんか朝早く起きるっていうか5時まで起きてる、そもそも夜からかもしれない、でも寝てるかもしれないからわかんないって言ってました。でもちょっと怖いからね、怖いから保険をかけてきました。でも絶対一回はやっちゃうな遅刻遅刻しちゃう。石津さんもね、さっき通知来たんでやってるんかなって思います。今日本当に頭が回んないな、もう本当に朝起きたら6時半に見えて、あ、終わったわと思って本当に焦った、本当に焦った、おったわと思って、そしたら5時半で、あ、まだあと30分寝れるって言って、本当に焦りました。やっぱ目悪いから調子しか目に入ってこないわけですよ、もう本当に焦った。いや30分は必要かなと思って、学校の日は7時前とか7時とかに起きます。7時過ぎたらもう朝ごはん食べれないやば、お腹すいた、これ鳴るぞ鳴るぞ鳴るぞマキさん今回は知名度と学ぶだから気軽くに行こう、頑張ります。でも朝早く起きるのも練習ですからね。いや、コンタクト入ってます、目今んとこ良きです。なのでロドリゲスさん高校3年生です。えん、ピザトースト食べたい食べたい食べたい。5時50分に1回5時半には目覚まして歩いたんですよ、携帯がなかったから。え、待って何時と思って、でもちょっと時計は見えたから、時計見て6時半だと思って、
あってなって、で、まあ一回、まあ、ちゃんと時を携帯で時間確認して、あ、よかったって安心して30分寝ようって一人で喋ってからお布団入って寝たんかな、多分寝て、え、待って、なんか鳥のいい声する、朝、え、なんか幸せ幸せ、なんか早起き楽しいっていうか嬉しいっていうか、いえ いえ、なんだっけ、どこまで話したっけ、これ絶対お腹鳴る、え、ちょっとあと20分もあるよ、大丈夫大丈夫、絶対鳴るよこれ、で目覚ましかけて6時に起きて、え、めっちゃ朝配信って感じですよね今、私いい感じ、顔も、あ、鳴った、え、絶対聞こえた、絶対聞こえてよ今の、え、やだ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 、まさ、朝ごはん食べてないです、絶対お腹聞こえた今、もう鳥の声聞こえるぐらいな、有言実行、お腹鳴ったよ、で二度寝済みだけど、だけどちゃんと起きました、5時55分、うわー、お腹が、いや、このあとあれ食べる予定です、あれ、あれ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  あれ、あ、もうこれ絶対なる、どうしよう、フルーチェ食べます、フルーチェ、え、水飲んだらどうにかなるかな、と朝は頭が回ってないのでお許しください、普段はっても今のこと言ったら不規則すぎる、2時とかに起きる時もあるし、お昼のちゃんと8時とか、8時はないか、9時ぐらいに起きる時もあるし、いろいろかな、朝は言葉が出てこないです、あ、ちょっと全然喋って挨拶してなかったので挨拶します、おはようございます おはようございます、ゆっちさん、おはようございます、ゆっちさんとかってちゃん付けが嬉しいですか、なんか女の子、私の方がね年下とかだったらちゃん付け嫌だかなとか思って、あんまりちゃん付けしてる子少ないんですけど、どうなんだろう、でも、うん、ちょっと聞きたい、女の子は女性の方とか言ってください、ちゃん付けが良かったらちゃん付けで呼んでくださいって、ドアランさん、たくさん水色のありがとうございます、おはよう、ティーダ研究機構さん、ハートありがとうございます、トシさん、おはようございます、ヒロピーさんかな、おはようございます、レオさんもおはようございます、サットさんもハートありがとうございます、サノヤンさん、女子だけど呼び捨てで OK、 じゃあサノヤンちゃんにしよう ちょっと呼び捨てはね、ちょっとできないできない、ゆっちちゃん、じゃあゆっちちゃんね、ゆっちちゃん、ゆっちちゃんか、あ、やめとこ、ゆっちちゃんにしよう ゆっちちゃんにしよう、黒ひげの太平さん、キラリンビームさん、ハートありがとうございます、キラリンビーム、山形県様、かわいい、ありがとうございます、え、これ、あ、次の配信はまだいいけど、夕方会った時に誰ってなったら さっきと全然違くないってなったら怖いですね、これ、
怖い怖い。くぼっちさん、おはようございます。昨日は5回も全部来てくださってありがとうございます。今日も初回からありがとうございます。そうなんですよ。だからそうゆっちさんが好きなのかなって思ってました。ゆっちちゃん、どうしよう、ゆっちゃんにしようかな、訳して変わんなくなっちゃうから。ゆっちさんとどっちがいいかな、ゆっちちゃんかゆっちゃん訳してくパターン。めっちゃ変わるじゃないですかこれ。ちょっと全力で隠してる。明日は6時にしてみる。なんか6時にしてその星集めがいい感じなら全然6時起きます。お腹鳴るよ。あと15分か。どうしよう、ゆっちちゃん。でもゆっちさんで覚えたからな、怒られないかな、ゆっちちゃんって呼んで。その大丈夫か、ゆっちさん来ないか来ないか、大丈夫か。じゃあゆっちちゃんでいきます。朝はなんか食べながらの方がいいかな、絶対お腹鳴っちゃう。おしゃピザトースト最高かよ。佐々木龍也さんかな、おはようございます。ハート、単一さん、スピアスクショ流さない方がいいんですかね。決め顔でちょっと隠してたら大丈夫今日は白飛び大歓迎、朝は白飛び大歓迎。じゃあどうしようかな、いつスクショタイムしよう。もういいかな、スクショタイムして。もう白飛び大歓迎。あ、はあ、怖い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 。フルーツ食べよう。もう拡散してしまったらって、早い早い。白目とかじゃなかったら多分大丈夫スクショタイムしよっかな。お腹が鳴ってるよ。なんかないかな全力で隠す。ダンディメタボさん、おはようございます。よし、じゃあこんな感じで、夜半目はもうすぐに捨てちゃってくださいすぐに捨てちゃってください。マツケンさん眠いですよね、朝早くからありがとうございます。皆さんもたくさん朝早くから指が動かないのにこんなに早く打ってもらってありがとうございます。健坊さん、おはようございます。半目可愛いとかない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 。59分まであと10分ぐらいかなサングラスはいつしようかな。もうすっぴん見せたからね。もうあーやばいやばい、ちょっと待ってもうここら辺にいようかな。聞こえる聞こえる。もうどうしよう、絶対聞こえるじゃないですかこれ。ここら辺にいたらいいかな。あーって言うかな。あーぽちゃっこです、ぽちゃっこ、ぽちゃっこ見えるかな、ぽちゃっこ。ね、さすがに聞こえますよね今の。ショクショク、あー
歌ったら余計お腹空いちゃう。なんか歌のレッスンとか食べてきてもすぐお腹空いちゃうんですよ。みんな言ってる、石田さんも言ってる。なんか飲んだら余計お腹空いちゃうかな。大丈夫かな。ラン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 ドセルは無限、あ、無限じゃないかこれ次の、あ、今終わったらあれ食べます。フルーチェ、フルーチェ食べます。ててて天使の羽。次はこの感じで、もう頭回らないので朝企画とかできないですねこれ。ドアラさん2週ありがとうございます。フルーツ食べます。ランドセルはもう背負えない年ですね次の配信も普通にお話しようかなと思います。むつみさんおはようございます、ありがとうございます。七しのゴンベイさんもおはようございます。ひろしさん2週目おはようございます、ありがとうございます。あ、フルーチェ思い出せました、よかったです。フルーチェって何味があるんだろう。いちごしか食べたことない。あ、ブルーベリーもあるかな。つっちゃんさん初めて参照できた、わー、シュクシュクシュク、ありがとうございます。ドアランさんたくさんだるまありがとうございます。朝から2000人以上の方に来てもらえてびっくりです。嬉しい。イグニエルさん今日お仕事お休みなんですね。いつもお疲れ様でございます。パーカーかぶっちゃう系女子でもこれは髪の毛があらあらだから隠してる系女子です。てつすけさんおはようございます、ありがとうございます、来てくださって。山形県さん馬、あ、馬ありがとうございます。あと7分かな、ありがとうございます、お時間送っていただき。あ、今平野桃奈さんが安心してるのかな。ひろしさんファイトありがとうございます。ナイトランナーさんカウント完了ありがとうございます。全然ピンダメダメです眉毛しっかりしてるんであんまりスピン感出ないのかな、どうだろう、ちょっとわかんない。てつづきさんカウントっていうのは1から50をコメントでダダダダって1送る2送る3送るっていう作業をやっていただけたらカウントになります。目が乾く、すっぴんでございます。めっちゃすっぴんじゃないですか、ほらほら、え、これでなんかすっぴんじゃないとか言われたらやだな、めちゃめちゃすっぴんなのに。え、多分女の子はわかると思います、すごいすっぴんだなって伊豆さんと一緒に頑張っております。アナンちゃんも頑張っております。平野桃奈さん体操してるんですか、すごい朝からそんな動けないよ。アイメイクしてないでしょ、だってほらほら色ムラがないですよね、ほらほらとか言って。もうすっぴん優勝は石塚瑞希なんで、本当にすっぴん優勝
本物優勝みたいな。もう石津様はですね、本当にすごいんですよ。お顔が素晴らしい。いつ見ても可愛い。テンションすごいですよね、本当に。高い元気。田中コナオタクさん、おはようございます。おはようシャギ、いただきます。グルーヴさん、星さんしはどうやっても20分以上かかる。もう大変ですよね、本当に。直哉さん、おはようございます。ヒロピーさんもおはようございます。ありがとうございます。ドアラーさん、メロンパン食べてるんですか。ずるいですよ、私はまだ。あ、いいやずるくないや。そんなたくさん星投げてもらってるからずるいとかないわ。食べてください、どんどん食べてください。石井さん、タンスマ配信、何それ。じゃん、ぽちゃっこがいます。ここにかわいい。昨日じゃないや、お誕生日にもらいました。中学で出会った BFF なお友達にぽちゃっこをもらいました。かわいいです。ゆちさん、3週ありがとう。朝ごはん食べてないんです。そう、いすさんはね、もう目が5センチぐらいある。え、思ってない。いすさん、私のことを可愛いなんて思ってない。いつもと違うところから配信してるんだ。ぽちゃっこ好きです。新学期に向けてファイルを買ったんですけど、中学からずっとラプンツェルのあのあれを使ってたので、あれファイルを、だからさすがに変えようと思ってぽちゃっこのファイルを買いました。ゆういちさん、初見さんでありがとうございます。こまちろさんもおはようございます。インディーさん、ハートたくさんありがとうございます。もうそろそろかな、59分ですよね、あと1分かな。ピース、そうですね、配信開始よりだいぶ滑らかになりました。もう楽しみ、フルーツ楽しみ。あー、トランジェットってこれが来たら寝ませんよ。フルーチェを堪能してきます。パンダナくんさん、お仕事行ってらっしゃい、ありがとうございました。まあ、一旦フルーチェだけ食べてかな。で、2回目の配信が終わったらがっつり朝ごはん食べようと思います。私がっつり朝ごはん食べれるんで。パンホイドンクさん、三種ありがとうございます。お仕事行ってらっしゃい、一緒にフルーツ食べような。あと30秒かな。マスポムさんもありがとうございました。あ、終わった瞬ん、あと15秒。よく食べます。和食派です。目覚ましじゃんけん勝った？いいな。じゃんけんぽーい。バイバーイ。ありがとうございました。次は7時半です。7時半に待ってます。